はいこんにちはレトスノーノです6月23日の三問に入る前に共有させていただきます金なし無名校でもなんで私が東大に合格勉強法を大公開このような記事を見つけたんですねまあすごくインパクトあるタイトルなんですけどもちょっと私も気になってですね内容を見てみました えー、そうするとですね、あこれ、達犬の勉強でもつながることがあるなと思いましたので、まあ、今回共有させていただこうと思いました。で、別途ですね、動画作成いたしましたので、最後にお知らせいたします。で、この動画の下の概要欄にも URL 貼っておきますので、そちらからもご確認いただけます。それでは本日の3問に入ります。A が B に代理権を授与して、 A 所有の土地を売却する場合について A が破産手続き開始の決定を受けているとこれを理由に B の代理権は消滅するかかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはこれ○ですね任意代理の場合本人の破産手続き開始の決定により代理権は消滅します 一方、法廷代理の場合、本人が破産手続き開始決定が出ても、代理権は消滅しません。で、法廷代理の場合っていうのは、本人が制限行為能力者の場合なんですよね。例えば、え本人が未成年者であって、法廷代理人が親だったり、まあ、そんな場合ですね。で、こんな場合っていうのは、で、その制限行為能力者である本人が破産したからといって、まあ、法廷代理人がいなくなったら、これ困りますよね。つまり、未成年者が破産した場合、 親の法定代理人としてのま代理権が消滅したら、本人の未成年者は困るわけなんですよ。だから代理権は消滅しないっていう風なルールにしてるんですね。で、これ一方で、これ任意代理の場合はそうじゃないよと。本人が破産したら、それ代理権消滅しますよっていう風になってます。で、今回の問題文でいくと、これ任意代理なんですね。A さんが未成年者だったり、ま成、あ、年非公権人のような制限行為能力者ではないですよね。そういった記述は書いてありませんので、そうではないと。つまりまあ任意代理。 A が A の意思に基づいて B さんに代理権を与えているのに任意代理。だから、こちらの上のこのルールですね。これが適用されて、本人 A が破産したら B さんの代理権は消滅するよと。したがって、これ、丸になるというふうになります。で、これ、昨日も言ったんですけども、考え方がわかると、あなたがお持ちのまあテキストに書かれている表とかを覚えなかったとしても、その表が書けるようになるんですね。 ま、今回一部ですね、あの、理解の仕方をお伝えしました。それが制限行為能力者。こっちの場合ですね、法定代理の場合ですね。こっちについてはこのように理解していただくと、もう間違いないと思います。一方、任意代理の方は今回は、ちょっとあの、解説長くなりますので、省略させていただきました。まあ、こういったところもちゃんと理解をしていくってことがすごく重要なんですね。で、私自身、あなたと同じように、表とかって覚えてないんですよ。でも、考え方が分かっているから、その表っていうのは、いつでも書くことができます。考え方が分かれば、 つまり、理解をすれば答えを導くことができるんですね。で、今行っている短期講座、短期集中実力アップ講座では、このように理解をしながら学習するということを行っております。なんで、えー、短期講座の受講者さんについては、受講者専用のメルマガから内容をご確認いただければと思いますで。もしあなたも理解をしながら学習したいというのであれば、ぜひ短期講座ご検討ください。短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。 で問2ですね。取引支障の交付を受けようとする者、の（取引資格試験合格の日から1年以内のもの、または登録の移転に伴うものを除くは、都道府県知事が指定した講習を、交付申請の日の90日前から30日前までに受講しなければならない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。90日前から30日前まで。ここが誤りです。 宅検証の交付を受けようとする者、取引証の交付を受けようとする者は、登録をしている知事が指定する講習、これ法定講習って言うんですけども、法定講習で、交付申請前の6ヶ月以内に行われるものを受講しなければなりません。つまり、交付申請する6ヶ月以内の間に、この法定講習を受けてくださいねって話です。つまり、今回の問題は90日前から30日前となっているから誤りなんですね。 でちなみに、えー、宅権試験に合格した日から、1年以内に、えー、宅権証の交付を受けようとする者は、えー、この講習、法定講習を受講する必要はありません。また、ここにも書いてある通り、登録の認定に伴うもの、このものも法定講習を受講する必要はありません。で、この本文のように、何々は除くっていう言葉が入ってくると、問題文がわからなくなってしまう方、意外と多いんですね。あなたもそうじゃありませんでしょうか まあなんとなく問題文のこの90日前から30日前までがこれ違うから誤りと答えているようでは本試験で失敗しちゃうんですねしっかりこれ理解しないといけないんですよこの問題文を実はその理解学習を実践できればこの除くっていう問題が出ても簡単に理解できるんですね短期講座ではこのように問題文の理解の仕方ここもお伝えしてます理解学習ができれば卓球試験は実は簡単なんですねなんでぜひマスターしてください 解説の理解だけじゃないんですよ。こういった問題文っていうものをどうやって理解するかっていうところまで自分自身で勉強しないと一向に点数上がってきませんので、もしえ自分自身でこういった問題文の理解できないっていう方は、ぜひ短期講座ご検討ください。今からであればまだ間に合いますんで、一緒に勉強して絶対合格しましょう。で、問いさんですね。え、純都市計画区域においても、 用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。丸か×かという問題ですえ。答えは×ですね。そもそも市街地開発事業っていうのは、都市計画区域内の市街化区域や非線引き都市計画区域で定めることができるんですね。都市計画区域内で定めることができるのであって、準都市計画区域で定めることができるとはなってないんですね。えなので、誤りになります。 で、この問題はイメージできれば覚えなくても答えは導けます。短期講座ではそのイメージの仕方についても解説いたします。で、初めにもお伝えをした通り、金なし、無名校でもなんで私が東大にえ合格勉強法を大公開。まあ、この記事のタイトル自体はちょっとうさんくさいなって思うかもしれないんですけども、まあ、内容についてはまあ理にかなったですね、あの勉強法です。で、私がそれをまとめておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。 レトスの小野でした